画チャンネル。というわけで2022年ももうちょっと末にでございます。まあ、こう2022は今までの人生で南川にとってかなり一番忙しい一番お仕事いただいた年ではあります。まあ、で僕も芸歴18年19年とかですのでもう分かります。2023相当苦戦しますよ。いや、分かります、はい、それ。いや、苦戦します、そりゃ。そんないい感じでずっと来ないです、やっぱり。世の中そんな甘くないってこと知ってます。まあまあ、はい。でもやっぱ頑張りたい、はい、頑張りたいというところもあるんですけれども、まあ、2022年反省を踏まえながら、2023に行きたいなというところでございますね。まあ2022を振り返ると、まずはこの柴田の八百長騒動から始まりました。オープニングアクト、柴田の八百長騒動でしたね。オープニング、それがこう派生していったって感じでありまして、はい、1月25日休み、ありまして、まあ、妻激怒というところからもう皆さんご存知の、妻大暴れの編になっておりまして、もう今やツイッターのフォロワー数が1万2000人ちょっとした芸人よりも多いと大暴れ気味でございまして、もう今鼻息荒くですね、なんかいろいろ仕掛けようとしておりますけれども、まあ、それはまたお湯を話していきたいなっていうところで、それは自分がなんか芸人になって憧れていたアメトークだったりとか、うん、モントタンとか、ね、スニョールダウンダウンとか、デラックス、御殿、卵店、工場委員会、これ出れてね、なんかいろいろ芸能人させていただいて、うわーってなんかお笑いさせていただいて、東大王で鬼滑るというね。なんで2023もいろいろやっていきたいんですが、この YouTube でいうとこのね、正直を取り戻すっていうことをやっているんですけれども、まあ、今までずっとやってきて、まあ、皆さんね、まあ、本当にこうコアな、コアというか数少ないファンがもしかしたらこう応援してくれてる可能性ありますけれども、まあ、ご報告というか僕の肌感の報告なんですけど、本当に嫌がられてます。いやそんなことないでしょ。嫌がられてますね、ちょっとこれは。いやいや、分かるんです、はい、いやいや、なんか冗談でやってたことが、はい、もう冗談通じなくなってるなっていう感じはすごくしまして、なんか自分のお笑いの方向性が全くマッチしてないという感じがあります。でも裸ですよね、それ。現にカウントダウンライブ、はい、外されました。外されたって言い方間違えてます、ごめんなさい。選ばれなかったです。いや、それほぼ外されてるんですよ。それ一緒なんですよ、それ。いやいや、南川忙しいから31仕事あるんでしょっていうお方がおられるかもしれませんけども、そうですよ、今日が28日ですか、はい、28日ですよね、はい、今日から10日間休みです。まあそんなこんなで、なんか肌感でちょっともうそういったことも控えないといけないんじゃないかなっていうか、なんかちょっとこうなんていうんでしょう、松竹ではないいろんな芸能人の方から、南川そろそろなもうええんちゃうか松竹の話はみたいなこと言われて、で大体僕はその時にいや原点に持ち帰って、松竹やはり私の原点潰しますっていう、もう一個潰しますっていうボケ もう通用しないって言ってます。あ、もう裸が合ってますね。はい、あで僕もやっぱりそこら辺は敏感に感じ取りまして、ああダメなんだと、やっぱり毒舌っていうところもね、やっぱりその井口みたいなね、やっぱりもう M1 の覇者も、やっぱ小さい芸人じゃないと許されないんじゃないかなって思っております。身長の問題、やっぱり身長184の毒舌は聞いてられないでしょ。そういうフェーズに入っておると思います。あ、もうそういうフェーズに入ってるんですね。入ってる。やっぱ悪口毒舌は170以下、170以上はダメです。結構お笑いって身長制限あるから、やっぱ身長制限ございますね、やっぱりね。あ、なるほど。やっぱりそういう意味ではやっぱ身長高い毒舌はやっぱ聞いてられないんじゃないかなっていうような思いも僕の自戒の念としてありますので、あ、まあ、そういったところを踏まえた上でちょっとこう2023をどうしていくかという、こう作戦会議したいわけですよ。あ、なるほど。あ、2023年の、うん、まあ
2022年はもう松竹の、うん、はい、で1本で YouTube やってきましたけ ど、ちょっともうそれができないから、うん、2023年はどういう感じで、そう、幅を広げていきたいなっていうことがありまして、でもなんかこう再生数に取りつかれてるっていうのは井口のね、あの M1 の名言がありますけど、まあ、再生数に取りつかれるようなことなくね、なんかこう自分としてのやっぱなんかいろいろ広げていきたいなっていうこともありますから、なんかね、はい、思うに、なんかこう努力、僕は一応自分なりに努力してきたつもりなんですけど、はい、やっぱさ、芸人、売れてる芸人ってみんな努力してるじゃない、そうでしょ、はい、やっぱめちゃくちゃ努力してるんですけど、やっぱ努力足りてないんじゃないと思ってまだですか、いやいや、もう全然足りてないと思う、やっぱり、あ、やっぱりもっとこう、死ぬ気でやらんと、はい、ダメなんじゃないかなって思ってて、はい、特に俺みたいなこの賞レースでもう勝ち残っていけるっていうその夢がないというか、まあ、そうでしょ、まあ、R1 ももう出れないでしょ、 R1 出れない、賞レース出れないって、はい、しかもあのセカンドも出れません、はい、残された賞レースはもう G1 しかない、いや、頑張れるとこあるじゃないですか、ちょっと G1 しかないんですけれども、はい、でもそういう意味ではやっぱりちょっと賞レースっていうそのテレビ出演という賞レースはなかなかちょっと難しいというところではありますので、うん、そういう意味としてはそういう芸人にしては努力足りてないんじゃないかな、なるほど、うん、どうやろう、その俺たちが芸人になり始めた時の原点に立ち返って、原点、うん、原点に立ち返って、はい、そのもう一回まるまる芸人を突き詰めていかない、え、もう一回、うん、もう一回ここに来て、はい、やっぱりそのまるまる芸人っていうのを増やしていこうかなっていう、はい、え、もう、うん、いや、まあ言ったらまるまる芸人なんてもう、うん、もう今星の数ほど今いますよ、いやいや、でもね、はい、いやいや星の数ほどいるんやけれども、はい、でもやっぱあれってやっぱミソなのがさ、やってきて思うのが、はい、まあね、例えば高校野球芸人とか、はい、何やろうな、まあいろいろまんまるサッカーね、Jリーグ芸人とかやっぱあると思うんやけれども、はい、あれ、まあ、皆さんも分かってると思うんですけど、本当に好きじゃないとダメなんですよ、いや、それはもう当然そうですよ、そう、本当に好きだからこそ熱量を持って喋れる、うん、だ、本当に好きなものをどんどん増やしていって、はい、丸々芸人っていうのをどんどんやっていこうかなと僕は思ったんです、2023、あ、うん、まあ、でも、まあ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 、うん、めちゃくちゃいいと思う、そうでしょ、はい、例えばさ、なんやろ、 iPhone、はい、僕今 iPhone 使ってますよね、これ iPhone なんですけど、はい、これも怠慢なんじゃないかなと思ってるんですよ、僕怠慢です、これだってもう武田 iPhone でしょ、 iPhone です、もう怠けてんねん、ちょっと分かんないです、分かんないです、え、だってもう iPhone 芸人ってもういるんですよ、あー、まあ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 ね、いるでしょ、はい、あの吉本に梶ヶ谷さんいるでしょ、はいはい、ってことはもう iPhone 持ってるっていう時点でもう無駄なんですよ、この iPhone は、まあ丸々芸人にとっては無駄かもしれないですね、そうで、だからそのもう俺買おう、もう iPhoneもう iPhone はもう使いません。だからあの今誰もやってないので言うと、はい、何やろ今やってないの。あとギャラクシー。ああギャラクシーですね。あの、まあ、Android のギャラクシー。はい。ギャラクシーで芸人って調べてみますよ。はい。ああなるほどなるほど。5年前に、はい、ギャラクシーが吉本芸人と何か企画してますけども、はい、これも相当5年前の記事が一番上に上がってくるぐらいなんで、あ、もうじゃあ相当誰もギャラクシー買います、ちょっと待ってください、ギャラクシー買います、え、宮崎さん待ってください、待ってください、宮崎さん、何怖いですって、何が、宮崎さん、何かもうスピードが怖いです、スピードが、もうギャラクシーのなんか仕事が来たら、はい、大南川、あー、はい、なるほど、いや、もうそれを埋めていこうと思ってるんですよ、ギャラクシー芸人で、まあ今まであるものを言っていくと、まあ例えば、まあ、システマはさすがにもう今は大南川ってなってると思うし、システマってなったら、まあ、確かに陣地は取ってますね、陣地取らせていただいて、陣地取りですからね、はい、システマ芸人こうやってやってますよね、はい、で、あのアメトークで出たデニム、ジーパン、はい、まあまあもちろんあのクッキーさんとかね、あのケンコバさんとかもいますけど、でも店員という意味を込めたらジーンズ芸人もありますよね、今自分が持ってるので言うと、すいません、はい、ジーンズ芸人物言いしていいですか、なんすか、皆さんアメトークにジーンズ何本持ってたんでしょうか、はい、4本少なくないですか、ジーンズ芸人4本って少なくないですか、うんうん、草薙さんは80本ぐらい持ってたいや、それがそれも家の中の一部
いや、でも一番少ないですよ、4本。いや、でもこれはね、あ、武田分かった。ジーンズ芸人なんですけど、はい、僕はジーンズ芸人でもいわゆるリーバイスのヴィンテージ芸人じゃないんですよ。あ、え、はいはいはい。ジャパンメイドジーンズ芸人なんですよ、僕。ジャパンメイド、ジャパンメイドジーンズ芸人なんですよ。だからこれ結局、はい、こう掘り下げていくんですよね。だから多分僕はアンドロイド芸人の中のギャラクシー芸人になるんですよね。ああ、なるほど。格闘技芸人の中のシステマ芸人になるんですよ。ああ、はいはいはい、はい、どんどんやっぱりこう、はい、深くなればなるほどいいですから。ああ、そうでしょ。で、はい、ジーンズ芸人の中でみんな大体、リーバイスとかのそのヴィンテージものを選ぶけども、その中でも僕はジャパンメイド芸人なんで、さらに枝分かれしていくんですね。そう、ジャパンメイドのジーンズのことなら私任せてください。私店員ですよ、ジェラードのという、で喋れるわけですよね。そういう意味でいくと戦略上もう、あとはなんか、テールスープ芸人。いやいや、ひねり出した上でテールス、いや、ちょっと枝分かれのもうそれも最後の方ですよ、テールスープ芸人。韓国料理が好きなんですよ。はいはい、韓国料理が好きで、はい、まあ、キムチとかもちろんね、王道は好きですけども、いや、当然、ね、キムチ芸人いいじゃないですか。キムチ芸人もいいですけども、はい、僕はあの母直伝のテールスープ作れるんで、はい、テールスープ芸人やりましょう。テールスープ芸人会やりましょう。いや、テールスープ芸人それすぐに細かすぎます。いやいや、でも細かくてもいいねん。テールスープ芸人が、俺たちテールスープ芸人ですが、もしあったら俺や。タチがいないですよ、もうそのタチがいないんですって。俺はテールスープ芸人しかいないと思う。でも分かったけど、もうこういうことやと思うんだよ、俺は。だからちょっと今回、あ、今度、いつなのか分かりませんけど、テールスープを作る回回で、その時には僕もその家で作りますから、その時撮影しに来て、はい、その時には僕もジャパンメイド、はい、ジャパンメイドブーツ芸人をやるんですよ。いやいやいや、どういう、いや、ブーツ芸人じゃないんですか。じゃあ、ブーツやったら、はい、例えばもうめっちゃ有名やったらレッドウィングとかね、ウエスコとかホワイツとかあるわけですよ。それ海外のね、はい、ワークブーツあります。でも今ジャパンメイドのブーツがめちゃくちゃ熱いんですよ。それについて喋らせて、ジャパンメイドブーツ芸人、これも僕やります。やらせてください、ジャパンメイド、はい、ブーツ芸人、これもできますね。あと映画 T シャツ芸人できますね。あ、これはね、南川さん、僕もお付き合い長いし、よく着てますもんね。そうそう、はい、映画 T シャツ芸人、これもあります、はい、あと何やろ、まあ、こう枝分かれしていくってことですか。いや、これ、ま、え、どうしよう、え、無限に取れるな。いや、無限に取れる、いや、取れるのは取れるんですけど、伸びるかは分かんないですけど、これは別に、もうほんまやらしい話さ、はい、こんなこと言っていいんかな。再生数取れなくていいから、これはもうスタッフさんの検索用だから。南川こういうのできますっていうスタッフさん検索チャンネル。ああ、そうですね、やっぱそういうことやから、はいはい、俺だってテレビ出たいだけだから。再生回数じゃないですもんね。再生回数とか別にいいんですよ、はい、何やったら再生回数5でいいんですよ、はい、5のうち1人がスタッフさんやったらそれでいいんですよ、はい、いいですね。スタッフさん映画ですもう一回しゃべりますと、はい、でこう大体今パーって、まあこれギャラクシー芸人とかはちょっと違いますけど、この辺りはまあ今まで喋れますけど、どんどんそういうのを作っていこうと思うんですよ。あ、今年は1年かけて、そう、何々芸人っていうのを増やしていく。増やしていこう。いや、でも宮崎さん、大概これってみんな本当に好きなものを一人一個突き詰めていくんですよ。どうでしょう、高校野球芸人だったら、もう年間毎日甲子園通って高校野球だけに集中するじゃないですか、うんうんうん、こんなに手当たり次第書いてる人あんま見たことない。やっぱりね、俺ね、もう一番この芸能界、この芸人の中では一番節操ない芸人っていうか、ね、節操ない、もう節操ない、やっぱもうすぐ手当たり次第いっちゃうっていうね。芸人下品芸人下品芸人下品芸人になる、節操芸人になるっていう、なんかほんと、はい、とわみを投げてるみたいですよね。もうだから井口がもう悪口毒舌芸人でもう優勝したでしょ、はい、もうだから毒舌とかもそんなもうダメなんですよ。毒舌芸人はもう無理なんですよ。なるほど、節操ない芸人、節操、あの優勝を諦めて、はい、もう来年は節操ない芸人、節操ない芸人、もうゴシップでゴシップ言うし誰かすぐにもう節操、節操ないな、もう骨からしゃぶり尽くすっていう、それが節操ない芸人、ハイエナ芸人、ハイエナ芸人、再節操。
誰が見るんだって、ね、でもやっぱりスタッフさんからしたら節操ない芸人が一人いてほしいわけよ。あ、まあね、そうでしょ、うん、そういうやつがいてるわけでしょ。そういうのだから、そうなるとそういう風にやっていくといろいろできると、だから他は何やろう。姉ちゃんでも映画好きじゃないですか。映画好きね、はい、はい、なんかその映画はなんかないですか。濡れ場もあります。濡れ場芸人ね、僕濡れ場詳しいですから。濡れ場でコラム書いてましたからね、うん、濡れ場芸人これ持ってますね。これもありますもん、ね、濡れ場芸人これありますね、はい、はい、これできますわ、はい、そして、あと僕はやっぱなんか、はい、昔やっぱあの、うん、育児ブログ芸人もやってた。育児ブログ芸人やってたね。育児ブログ芸人やっぱいっぱいいるよね。育児ブログ、はい、だから、はい、補活ですね。保育園の入り方、はい、テクニック芸人ね。これにはテクニックがいるんですよ皆さん。これはでもね、正直めちゃくちゃあの需要っていうか、まあ、これかなり限られるでしょうけど、まず補活が一番大事ですから、まあ、共働きの人は、はい、これはかなりいるんですよ。点数制とかね、いろいろ喋らないといけないところがあるから、うん、で区によっても違う、自治体によっても違いますし、入りやすいのはポッと入れたりしますけれどもね、これなかなか大変なところありますね。そういうのあるんですよね。あ、だから今年やっぱ挑戦していきたいでいくとないのかな。そうですね、新しい、なんか何の武田気になんか最近気にしてるとか、最近なんかこれなんかやろうかなみたいな思ってるんですか。僕は最近、うん、本当恥ずかしい、ちょっと漢方を飲み始めまして。漢方ですね。漢方俺も子供の頃飲んでた、ちょっと鼻炎で。ちょっと待ってください、もうちょっと節操な芸人出てません、その漢方芸人やな。ちょっと節操な芸人出てますよ、その早くないですか。いや、でもこれは武田よかったな、俺と一緒にやってるから、はい、お前も漢方芸人でいけるな。違う、や、俺って、もう、いや、いや、ちょっと僕薬がちょっと苦手なんで。はいはいはい、俺も俺も、いや、初めて、いや、お付き合い10年ぐらいあるんですけど、初めて聞いちゃうんですけど、俺もなんかバス運転やりだしたら、すぐ、はい、店主の木村さんがやったみたいな。いや、はい、木村さんも節操ない芸人やったんやな。木村さんもそうなんですか。多分そうなのかな。その漢方がね、はい、なんか妻がいいんじゃないかっつって最近買ってきてくれて。漢方って、何のあれ、何の。でも漢方ってさ、いろんなものに効くやん、効能が。はいはいはい。俺何やろ、体に悪いところ、はい、結構鍛えてはいるから健康やねんけどな、はい、でも飲みたいな漢方。漢方飲みたい。漢方飲みたい。漢方芸人になりたい。漢方芸人になりたい。あれは、はい、やっぱりさ、はい、2022、うん、いろいろ人に迷惑かけて、うん、そのやっぱり文句言うってことはイライラしてるってことなのよ。あ、まあまあまあ、イライラしてるの、うん、やっぱもうある種そのあんまりこんな言いたくないけど、うん、感触持ちなんよ。言わない方がいいですよ。だから、ちょっとそれを抑えたい、イライラを抑えたい、イライラを抑えるのもあるんちゃう、やっぱり。ああ、いや、でも本当にあるんじゃないですか、気持ちを落ち着かせるっていう。行きましょう、漢方芸人行きましょう。イライラを抑えたい。節操芸人のすごいところはスタートがえげつなく早いんですよ。やっぱね、そう、やっぱ節操芸人はさ、はい、やっぱもうスタートダッシュがえぐいっすよ。スタートダッシュがえぐい。スタートダッシュ芸人。スタートダッシュ。短距離走が早いんですよ。そう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 。長距離も持たない。多分2023の終わり頃もう忘れてるって。多分。でもそういうこと、あとは何やろな。まあ、でも、そのね、例えば。最後のとかですけど、やっぱ去年ね、まるまる芸人めちゃくちゃ流行ったって言えば、もうサウナとキャンプだと思う。あ、ほんまや。まあ去年のまるまる芸人の、まあまあまあ、去年も遅いぐらいかもしれないですけど、だから結局さ、サウナってなったらみんなサウナやってるやんか。やってますね。で、キャンプさ、キャンプもう結構ターハイでしょ。まああと、まあ武田バーベキューさんとかいますけど、バーベキューやってるでしょ。だから結構やってる、はい、だからそこの、はい、やっぱり、ミスター小判ザメ芸人がそこの残り肉を食い散らかすで言うと、サウナの、サウナ上がり、サウナ上がりに、あれ何やったっけ、あのオロナミン C と、ポカリ、オロポ芸人。サウナ上がり、どのタイミングで飲むのが一番気持ちいいか、オロポ芸人。いや、もう見てください、小判ザメが過ぎますよ、その。もう、ね、見てください。もう、下請けの下請けの下請けのみたいな仕事してますよ。いや、結局さ、はい、
下請けなんよ。下請け芸人なんよ。下請け芸人下請け芸人も書いてこ。下請け芸人や。ゆうさん、もうすみません、え、いやいや、もうあんまりもう下請けすぎて飲むか飲むかってもうびっくりわけで、飲むか、オロポ芸人、俺たちだからサウナ芸人じゃないですよ、オロポ芸人ですよ、オロポ芸人、オロポ芸人、あとあれキャンプで、はい、みんな焚き火好きやん、いや大好きですよ、みんなさ、やっぱいろんなさ、あの、はい、あれあるやん、あのグッズ作ったりとか、いやそうですよ、あのなんでランタンめちゃくちゃ売れるらしいですからね、あれとか、なんかテントとかさ、はい、いろいろソロキャンプとかいろいろあるやんか、はい、うん、キャンプで、キャンプやってる時いち早くいち早く火付け芸人いやいや、そういう、いち早く火付け芸人言っても火付けることはめっちゃうまいわけよ、はい、パワッて火付けるで、そこだけはプロフェッショナル、あとテントのことは何も棒立ち、いや火付けいや火をつけさせてください。僕に言って。キャンプのじゃあもし収録会ってどうするんですか。だから、はい、だからさ結局バーって言ってみんなから入り時間遅くてもいいわけよ。みんなバーってやって、で、はい、朝火つけをかわせるときにバーって入ってきて、はい、火つけさせてくださいとかってちょっと火あるあるとか言ったりとかして、焚き火あるあるとか言ったりして、ここにつけるときこれここ怪我しがちですとかいろいろ言って、バーって火つけてわーって盛り上がってそのまま帰れる。ロケ時間短くて済む。いや効率芸人。いやさ効率芸人やって、あ。もうすごいっすね、うん、でもやっぱそういうことやから結局は、まあ、だってそうじゃないともなっていかへんねんからさ、高校の時僕アメフトやってたからアメフト芸人ね、あいきなりここに来てアメフトもできます、アメフトもできますよね、アメフトが、でもなアメフトやったらもういっぱいおるからさ、うん、でアメフトにあれあるんですよ、あのフリスビーでやるスポーツがあるんですよ、アメフトをフリスビーでやるんですよ、はいはいはい、あのアメフトのボールを、はい、それをアルティメットって言うんですよ、ほうアルティメット芸人、あのそれはって言っちゃったらやばいですけど、うん、それはいいんじゃないですか、これいいでしょ、はい、アメフトちょっとアメフトは難しいから、あのね、あの NFL とかやっぱ今結構言ってるから、アルティメット芸人、アルティメットやりたいなっていう、あでもちなみに先生、はい、何ですか、いやでもモロック芸人でもあるじゃないですか、南川さん、モロック芸人でもありますよ、はい、大丈夫ですか、そのスポーツバッティングというか、そんなんいらっしゃるシステムになってるし、あまあそれはそうか、そう、はい、まあ、モルック芸人もありますよ、はい、もちろんモルックはもう、もうモルックはもう相当も東、もうこれモルックはちょっと負い目があるのよ、はい、というのもやっぱりそれは森田が引っ張ってきてくれたもので、はい、森田のおかげなのよこれは、まあまあまあ、ね、正直森田とかね、その森東の山根さんとかにも感謝の、これモルック芸人はね、うん、俺とカナイとタメ口はもう下請け芸人だから、うんモルックはこれ下請けなんですよということでね、じゃあ、うん、逆にアルティメット芸人で恩返ししたいです、ね、そうなんですよ、うん、アルティメット芸人で恩返ししたい、アルティメット芸人もある、はい、あと 何々芸人で一番流行ってるのか、流行ってるのですか、うん、だから例えばその、はい、まあ、よくあるのは、うん、漫画っすね、漫画や、漫画はやっぱりもうそれこそやらしやらし仕事もありますから、うんうんうん、もうね、うん、それハンターハンターとかキングダムとか、まあ、呪術廻戦、ね、シャモ芸人なんてその並びでシャモ芸人になるんですか、シャモか殺し屋市か、殺し屋市いや殺し屋市の話全部テレビでできないですよ、殺し屋市ここバッサッて天井に顔がついてるんですよ。顔がついてここでっていうね。そう。殺し屋一芸人。見てないでしょ。今の説明で何もわからないんですよ。いや、ある見てください。シャモ芸人、軍系ね。だから軍系やったら被るか。シャモ芸人は被るな。黒道義衆芸人やな。シャモ芸人の中でさらに細分化するんですか。やっぱ俺黒道義衆が好きだから、いや俺も好きです、やっぱ黒道義衆、シャモっていう漫画がありまして、はい、ちょっとね少年犯罪を犯したやつが、刑務所っていうか、まあ、少年院で空手と出会ってもう強くなっていって、空手の格闘技とかやっていって、もういろいろ右翼説あるんですよ、一回中国行ってみたりとかもあるんです右翼説ありながら、で黒道義衆ってやつらが現れるんですよ、黒道義衆はもう顔にも大やけど負ってて、もうマスクかぶって通天のない大男とかあともうしがないサラリーマンなんですけど、はい、毒に関してはスペシャリストみたいな
美味しいですよね。あれ最高。殴られて、毒でやってるっていう。しかも毒もあのこの道具の中のこの繊維から毒を抽出してそこつって。いや、宮崎さん、でも、あれアメトークでやったら全員顔出ないんで無理ですよ、その黒道義衆、ちょっと見てらっしゃってください、全員顔出ないんで。なんで黒道義衆、みんな好きやろ。いや、みんな好きじゃないです。練習の時に神棚に幕かけるいや、でも他なんかね、まるまる芸人ありますかね、普通に。ちょっとシャモは一旦置いといて。まあ、その、俺がっていうわけじゃないけど、うん、その、事務所に嫌われてる芸人。いや、俺がですよ、それ。それとりあえずね、はい、とりあえず事務所、これはでもマジでアメトークあるんじゃない？いや、でも宮崎さんでもそのどうするんですか、そのやっぱ俺たちはって言わないといけない。いやだからその全然その知らんで、はい、実際知らん、ただのほんま客観的なイメージだけど、その分からんけど、その三浦マイルドさんとかいやいや知らんで、キートンさんとか。これ分からん、キードさんとか多分よくこう事務所に噛みつくというイメージがあるからね。実際は全然嫌われてないかもしれへんけど、はい、そういうのでいけるやんかって、まあ、実際多分嫌われてないですよね。ないかもしれへんけれども、はい、そういうのも全然あるから、はい、そういう意味ではその事務所に嫌われてる芸人っていうのは全然成立はすると思うんですよね。まあ、そういうのは全然あると思うよ、はい、だってまあ松竹やったら俺以外やったら誰やろ事務所に嫌われてる、あんまいないかほんまにないんかな。いや、いると思うんやけど、でも、カナイは俺と仲いいから嫌われてるかも。かわいそう。そんな理由なの？カナイは俺と仲いいから多分事務所に嫌われてるな。あの人と付き合ったらダメだよっていうことですよね。そう、もうほんまに事務所の、はい、お荷物。だとしたら俺も嫌われてるじゃないですか。そう、わかんないですけど。嫌われてると思う。嫌われてると思う。嫌だな。俺だってなんか、新一に言われたもんな。はい、なんかグレープのマネージャーも南川さんと絡まん方がいいって言われたんですよ。他事務所のマネージャーからも嫌われてる芸人。そうですね、他事務所のマネージャー。あ、でも事務所に嫌われてる芸人はね、なんかちなみになんかあるんですか、事務所に嫌われてるあるあるみたいな。もしアメトーク、いやだから事務所ライブ呼ばれないやろ。事務所ライブ呼ばれない。事務所ライブに入られないとかね。ああ。まあ1月のやつはありますけども、はいはいはい、まあ、基本的にそういう大々的なやつはさ、はい、一応そのね面目のために入れるけれども、他の細々したやつは一切入れないっていう。そのなんかの一切呼ばれないってあるね。いやこれ悪口じゃないですよ。はい、事実です。まあ、あとこれどうですか。はい、あの絶対に入れないですけど、絶対に入れないけれども、そのタトゥー憧れてる芸人。あ、これどう？いや、俺ちょっと分かっちゃうから怖いな。これ、いやいや、これな、うん、絶対入れないよ、はい、その芸人やってるし、やっぱ私生活の、まあ、ほんまこんなタトゥー入れてらっしゃる方に失礼な話だけど、うん、あの私生活で、まあね、日本やって困ることいっぱいあるから、まあまあ、絶対に入れないんやけれども、うん、心のどっかでかっこいい思ってる自分いる。恥ずかしげもなく言う。でもちょっとかっこいいと思ってる自分がいるんです、ここにタトゥー。タトゥーまだまだ俺かっこいいと思ってるんです。でも絶対に入れないですもんね。絶対に入れません、はい、でも、はい、絶対入れないけどタトゥー憧れてる芸人だ。これをさ、あるでしょ。だから、はい、だからあの自分の憧れてる、これが一番かっこいいと思うというタトゥーの人、まあ、実際あのハリウッド俳優もいれば、アーティストもいれば、格闘家もいるわけじゃないですか、はいはい、それをこうみんな、俺はこれです。あの、いいよね、これ。これかっこいいんだよ、とか。なるほどね。そう。で、自分がもしも入れるなら、どれしますか、みたいな。その、とか、あるじゃないですか。でもあれですよ、絶対に入れないですもん。絶対に入れません。あと、これはマイナス要素で、あんま憧れてるからこそ言いたくないんだけれども、はい、いや、そのタツちょっとどうですかね、みたいなのもあります。それはちょっとどうですか、みたいな。そのなんかボケに振り切ってることでもないし、はい、いやほんまにかっこいいと思って入れてらっしゃるんですけど、それなんかわーみたいな ありますよね、まあ、個人的な見解ですけどね、うん、それはもう、ま、もう服の趣味と一緒ですから、はい、うん、でも入れない。ほらパッと今聞いたけどこんだけ出るんですから。いやまあそうですね。だからちょっとコメント欄とかにも、はい、他にもいろんな丸々芸人をこう入れてもらって、はい、んこんな芸人してって俺もすぐ世相なくいきますから。みんなで南川を育てよう。そう、2023はそうやって、はいはい、でこれを例えば週1回上げたら、はい、1ヶ月で、
だから週1回で4でしょ、はい、まあ、週にやったら8でしょ、はい、それの10にかけてみに100、ほぼ、はい、ほぼ100の丸丸芸人出来上がるんですよ。すごくない？いや、すごいっすよ。100の丸丸芸人自分ができたらもう俺これもうどうする、はい、毎週アメトークじゃない？いや、それも蛍原さんです。毎週アメトーク出たらそれも蛍原さんになっちゃうんです。それもいやでもまあ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 、でもさ結局あのまあまあザ・丸丸芸人とかでアメトークっぽいけれども、でもこういうのを持ってるとやっぱトークも増えるし、なんかこういうね、何かに言われた時のこのなんか、あこれ俺知ってますよとか言って、もしかしたらもしかしたら万が一仕事つながるかもしれへんし、これいけますよ。でも今から俺ギャラクシー買いに行くから。ええ買いに行きます。マジっすか？買いに行きます。今から。もちろんもちろん今から買いに行きます。で、その後、漢方行こう。漢方買いに行こう。忙しい。行こう。なので、皆さんちょっと2023もどうかよろしくお願いいたします。今から行ってきますので。では皆さん、2023もこの芸人シリーズやっていきますから。まあ、それと合間合間にもしかしたらちょっとしたところで、松竹取り戻すのもすっと隙間でパッと入れるかもしれませんので、お楽しみにというところでございます。今年もよろしくお願いいたします。